皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて、クッキーのアイシングってすごいですよね。あんな技術持てたらね、クッキー作るのも食べるのも楽しくなるんですけどね、まあ、ヤンさんにはそんな技術はありません。はい、まあね、そんな悲しい現実は置いといて、はい、クッキー大好きだよという方も、洋菓子よりも和菓子の方が好きかなという方もですね、ぜひぜひ高評価ボタンとチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押して、テイク2で、高評価ボタンとチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。では、今日もカミカミしながら頑張っていきましょう。ということですね、始まりました不定期更新動画ヤンさんの部屋、今日もよろしくお願いします。さて、ということですね、早速今日ご紹介するものをお出しします。最近はこう噛まずに言えている気がする。さすがヤンさん。はい、いきます。はい、本日ご紹介するのはこちら、じゃん、どうか、はい、こちらです。はい、ディズニークッキーマスコット、今日はこちらをご紹介していきたいと思います。今日ですね、こちら3つご用意いたしまして、こちらをご紹介していくんですけれども、ね、アイシングクッキーのような感じですね。で、全10種あるんですけれども、まあこの中だったら割とダンボがいいな。ピグレットも好きなんですけどね、ダンボ狙いでいきたいと思います。全10種なのでね、まあ、何があるか分かりませんが、で早速ね、開けていきたいと思います。では、早速ですね、こちらから、向かって右、左か側の方から開けていきたいと思います。では紙に包まれてますね。で、ラインナップがあるんです。これはちょっと写真でお出ししましょう。で、ラインナップの狙いは、ちょっと改めて狙いはなんですけど、まあ、ダンボと、プーさんのお尻っていうのもいいですね。はい。まあ、この辺狙っていこうかなと思います。では、まず1個目。せーの、じゃん。これは、お、チップ、チップ出る、出ますか、ね、ちょっと袋からお出しして、はい、いきたいと思います。こちらですね、チップ出る。ちょっと寄りましょうか。このような感じですね。ベリーのフルーツを持っているチップですね。すごくかわいい。で、こちらですね、マグネットになっていますので、すごくいろんなところにまたつける、なんかマグネット類多い気がするな、やさまいか。はい、マグネットでつけられるようなものになっています。ではまず1個目はチップでしたね。はい、では2個目いきましょう。2個目はせーの、じゃん、うん、おー、ピグレット。割とね、ヤンさんピグレットも好きなんですよね。ただヤンさんはディズニーに入ったのはキングダムハーツからですね。はい、ゲームからというね。キングダムハーツは面白いですよね。ピグレット弱気なところもすごく可愛い。はい、ではちょっと失礼、最後ラスト3個目いきましょう。ちょっと見えちゃった。はい、3個目。せーの。じゃーん。はい、ということで、あー、かぶりの方だった。あー、出るかと思ったけど、こちらですね。はい。3個目も、かぶり。3個買ってきて、2個かぶるってなかなか、まあ、ある意味も出ないし。はい。ある意味持っている。はい。ということで、チップですね。が出ました。で、こちらね、食玩になっているので、ラムネもついているお菓子ですね。
マグネットで付くようなタイプになっています。ということで本日はこちら、ディズニーのクッキーマスコット、違う、クッキーマグコット、違うじゃん、商品名ちゃうやん、あ、違う、商品名違うじゃん、クッキーマグコットですね、はい、マグネットで付いてた、はい、こちらをご紹介していきました。はい、ということでですね、本日はこちらディズニーのクッキーマグコット、こちらをご紹介していったわけなんですけれども、3個買って、まあ試しにというか3個買って、そのうち、2個が被るという、なんとも持っているんだか持っていないんだかわからない感じになってしまいましたが、でもね、あの物自体はすごく可愛いですね。こっちのチップなんかはあのフルーツを持っている可愛いマグネットになっていますし、ピグレットなんかもあのハートのアイシングクッキーの上に乗っているような可愛いデザインになっています。こちらね、あのいろんな冷蔵庫だったり、まあ、あの貼れるところとかに買っておくと、ね、ぜひすごく可愛いと思うので、すごくおすすめです。ということで本日はこちら、ディズニークッキーマグコットをご紹介していきました。最初ね、あのヤンさん、クッキーマスコットって言ってたんですけど、はい、すいません、マグコットの間違いでした。ごめんなさい。はい、ということで本日はこちらをご紹介していきました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、本日のお相手はヤンさんでした。さようなら。